乗り越えていきたいという思いのもと、一部試合会場では募金活動を行っています。さあ、シーホース三河と茨城ロボットのゲーム2が、司令塔は久保田義明、昨日も効果的な動きが非常に注目されます。さらに三河のエース西田雄大、さらにはイデソン、両チームともにスリーポイントシュートは1本ずつ。イデソン、これもスリーを狙ってきた、決めてきました。リムを捉えてきました。イデソン好調。第2クォーターも4分が経過しようとしています。外からボールを回す中村、ケネディ、遠めの位置からスリーポイントシュート。この辺りがケネディの魅力です。すごくボールの展開を遮断するような形で、茨城がいいディフェンスを見せてますね。なんかすり抜けていってよ、ブライアント。まだボールキープしています。ケネディからオブライアント、ガードの対オブライアント、左手のシュート、エンドワン。久保田からダバンテガードナー、イデソン、右に西田、左にレイマン、西田この位置、キャッチアンドシュート、スイーパー、リムを見事に捉えてきました。エースと得点、速いスピード、西田、西田アタック、いったんレイアップ、得意のステップでしたが、ダバンテガードナーが最後決めてみせました。まだ今日のゲームはロボッツがリードするというシーンはありません。オブライアント対ダバンテガードナー、背中を向けながら入って右にスイッチ、うまい、決めてきた。久保田がボール呼んでいましたが、もう一本来た、鮮やかな放物線でした。イデソン、次の右側にはダバンテガードナー、見事なコンビネーションを合わせてきた。さあ、ここもゾーンディフェンスを続ける茨城ロボ、そこをかいくぐっていこうと、ガードナーのステップ、やや強引気味に強気で入ってきました。あまりこう得点の脅威を感じない程度のオフェンスを、茨城がやってしまっているといったところかもしれないです。ここはガードナーのポストプレーからフェイダーウェイシュート、右手一本、また決めてくれました、ダバンテガードナー。やや高めのポストからじわじわと迫っていく、ブラントとの勝負ですが、フェイダーウェイシュート。今シーズンは、シーズン前の目標はシーズン35勝を掲げていましたが、ここまではまだ2勝というロボットです。今日の試合にしてもやはりプレーの選択次第ではすごくいい展開に持っていけてますよね。昨日は苦しみながらの勝利、そして今日は三河、様々なプレイヤーたちが見事に輝きを放って2連勝を決めています。令和6年のスタート